皆さん、こんにちは。ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、ルーブル博物館のコレクションの続きです。現在、紀元前2000年ごろあたりを見ています。あれこれ何でしょうねねえ。なんか、面白い形してますね。はい。そうですね。 実はなかなか見ないなって形しますよねシンプルですけどはいしかし僕本当になんか昔からこういう感じなんだなと思ってはいちょっと僕そういうところにね何て言うかそういうなんかお人形とかあとなんか施設とか行ったことないんですね ね、はい、ちょっと気持ちが理解できないんですけれども、はい、そうですね、はい、タブレットが出てきましたはいタ,ブレットタブレットが出てきたら結構時間がかかりますよ。は タブレットが出てきたら結構果てしねえなっていうぐらい出てきますからね。<laughs> あ、やっと他のものであ。今回は結構早めに脱出しましたね。はい。あ、これ何でしょうロープロープが残ってるんですかえー、あ、違ったあ。花瓶でした。すいません。ちゃんと文字まで読まないと。これとか何でしょうね。なんか今でもなんかアルミとかだったらありそうですけどね、こんなのね。 目的が分からないです。あ、アンタイトルド。あ、ああ、だから、研究者の中でも何なのか分かってないということですね。へえ、それはそれは。え、これ何でしょうね。ちょっとフランス語なんで分かんないですけど、ちょっと大きく見てみましょうか。え なんか文字書いてありますね。で、形が、形がすごくこう、この現代においても、こう形が、なんかいいなって感じさせますよね。何ですかね、これ、はい。よく見たらアルファベットの R に似てますけどね <laughs>。それと、この、この、この線とかね、この線がなんかわからないですよね。何なんでしょうね。 この3つの棒とかおカりナなっていうわけじゃないですからねでこれが上を向いてるじゃないですか,だから立体的な作品っていうわけですよねだからこの頃では結構珍しいんじゃないですかこういう芸術ってまあ芸術作品ならねはいじゃあ閉じますはいあなんか似たようなのがここにたくさんある <laughs> よく見たらえー、そうですかそうですかあ面白い色してるな 今だと映画なんかありましたよねあの、ジェームズ・キャメロン監督やったアバターってやつでしたっけあれとすごい色に似てますね。<laughs> あ、はい。今回の配信は以上となります。また次の配信、また別の配信でお会いしましょう。さようなら。